はい、どうも、コミです。さて、本日はこちらの TH コンプリータさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、先日ですね、初めて英語でね、収録してみたんですね。で、まあ、できたって言っていいんですかね。ご覧いただいた方はなんじゃこれやって思ったかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、今、英語のチャンネルっていうのを、まあ、やるかやらないかは別にして、海外向けにね、こう、日本の、アタック動画とか、まあ、いうのを解説付きで上げるのって、まあ、需要があるのかなとかね、まあ、ちょっとその辺を、少し調べてみようかなと思ってやったんですけども、基本的にこれからもね、英語の動画っていうのは日本語でやったものを英語でもう一回吹き直すっていう形にしていきたいと思うので、必ずしもそれ見てもらわないと私のね動画のそのストーリーがわからなくなるってことはありません。なんでね、そこはご安心いただければというふうに思いますので、まあ、もしねご興味があったら私の下手くそな英語、特にね防衛施設とユニットの名前が全然わかんないんですよ、英語になっちゃうとね。まあ、そこのところがね、なおさら聞きづらいかもしれないんですけど、ご興味があればね、ぜひそちらもご覧いただければ幸いでございますが、本日はですね、こちら、感謝戦ですね、お届けしたいというふうに思います。感謝さん、星さんっていうですね、すごいもう大先輩の、すごい有名な YouTuber の方が、作られたクランなんですけども、今でもですね、もう本当第一線でめちゃくちゃ強いクランに、TH コンプリートさんが競り方ということですね。で、このクランさんとの、まあ、この対抗戦、まあ、もう当然ね、いいリプレイがたくさんゴロありましたんで、今回は双方のねアタックをこう、それぞれ取り上げていきながらテーマを絞っていきたいというふうに思います。で、本日のこの第1回目、はですね、ライトニングですね、まあ、これに関して見ていきたいというふうに思うんですけども、ライトニング、いろんなもの使い方がいろんな動画でこうね、出てきてると思うんですけども、本日お伝えしたいのは、ライトニング、まあ大体何発積んで、こういう風に使うっていうのが、まあセオリーですよというところをですね、改めて今、およそタウンホール13で、よく使われるパターンを例に挙げながら、網羅的にこう話したいと思います。なんで、まあ、細かいところっていうのは、私の過去動画でもそうですし、他のね、YouTuber の方の動画いろいろありますので、そこをご覧いただければというふうに思います。本日は網羅的なライトニングの使い方。で、こんな風なバリエーションが、今のところ、この界隈でよく使われてますよってところをね、見てもらえたらというふうに思います。で、前置き長くなったんですけども、ですね、本日合計4本見てもらいたいと思います。で、本日の1本目、これが一番多分オーソドックスかなというのを挙げますね。で、まずはライトニング7発、クエイク1発です。で、これが何がいいかっていうと、7発使うとですね、このアーチハクイーンが倒せちゃうんですね。まあ、当然、ロイヤルチャンピオンも倒せます。で、クエイクの呪文を1発当てることによって、このクラン城に対するダメージ、29% ね、最大 HP の 29% 分が入るので、それで壊していくということですね。まあ、このクラン城のところに、投石機なんかがあったら、なおさらね、こう巻き込んでいきたくなるところなんですけども、ちょっともうこれシングル IT もありましたよね。まあ、でも今回の武蔵さんは、アーチャークイーンを確実に倒すために、アーチャークイーンの真上に使っていたんですね。ライトニングを。そうしないと、ちょっとでもずれると、アーチャークイーンが倒しきれなくなっちゃうんで、ここは確実に倒すような形を取るために、まあ、このシングルインフィールドは少しね、残念ながら、壊しきれないことを覚悟しながら使ったんだというふうに思います。で、この使い方をするというか、まあ、ライトニング使う場合っていうのは、まあ、トーカー、じゃ、マジだ。クラン城。クラン城に当てる場合が結構多いと思うんですけども、何がいいかってヒーローバーとかめっちゃ伸びるんですね、これ。壁開けスーパーウォールブレーカーでね、ちょっとミスっちゃってるんですけども、バーバリアンキングが壁を殴り開けて、その奥にアーチャークイーンがどんどん入ってて、シングルインフェルムで壊してくれるという格好ですね。で、そこからのバルーン回しです。このライトニングで中央部、まあ、この辺をえぐるわけですね、ライトニングで。で、ヒーローたちでここを潰すわけですね、こんな風に。こんな感じ。潰していく。で、ここに関しては、突破兵器ですね、をぶち込んでいくと。今回突撃艦に、スニークゴブリンプラスの、ラバハウンド入れてきましたね。で、そうすることによって残ったルートっていうのが、ざっくり、こんなような格好に、ちょっと違うな。こんな格好かな、こんな格好になるのかな。なので、そこからバルーン。ここに、パット用のバルーンを出していって、こっちに、メインの本体バルーンと、を出していくっていう感じですね。ガーンとこうぶつけていくようなイメージで、ここからも、サブのバルーンを入れてくるような感じ。ちょっとまあ、難しいんですよね。こういうふうに3点攻めみたいな形になってるんですけども、まあ、最初の、カット用とね、本体のバルーンはドバッと出したんで、まあ、そこら辺っていうのは、まあ、あえて分けるような考え方をしなくても面で押すっていうことで、できちゃったのかもしれないですね。はい、という形です。これが多分一番オーソドックスな、ライトニングの使い方になってくるんじゃないかなというふうに思います。
やっぱ中央部にいるね、あのロイヤルチャンピオンだとかアーチャークイーンっていうのはなかなかね、スーサイドパートで処理をしにくい、まあ、ヒーローパートですね、で処理をしにくいので、どちらか一体を、ライトニングに巻き込んじゃうことができれば非常にアドバンテージが取れるというところですね。でおまけに防衛援軍出てこないんでヒーローパートがめちゃくちゃ伸びると、まあ、これが基本になるかというふうに思います。で、本日はですね、まあ、その基本を少し発展させた、使い方だったり、必ずしもですね、これラパルだけじゃないと思うんですよね。そのあたりっていうのにも少しね、こう、目を広げていけるような、アタック見ていきたいというふうに思いますので、次はですね、TH コンプリーターさん側のですね、アタック見ていきたいと思います。これですね、キリチョさんが取っていったこのアタック。さっきライトニングが7発プラスクエイク1でしたけども、ライトニングがこれ、ちょっと見てほしいんですけども、8発ですね。8発。これ。おっとっと、ごめんなさい。ここ8発。で、クエイクが2発。合計で10発分の呪文の枠を持っていってるわけですね。さっきはこれが7と1の8でした。どういう風に使うかっていうとですね。よいしょ。すいません。これ、何がしたいかっていうと、この投石機2本とも持ってきたんですね。そうすると、クラン城にライトニングを当てつつも、投石機両側にこう当てていかなきゃいけないので、ライトニングの呪文の枠数が増えちゃいます。まずは、クエイクでダメージを与えてから、下側の投石を壊す。で、上側の投石に、ライトニングを当てて壊すと、まあ、いう形ですね。まあ、これ、欲を言えば、この多分安い場まで折れたんじゃないかなっていう気もちょっとするんですけど、まあ、そこら辺っていうのは、確実に、ミスらずにね、やっていくっていう意味で、固くいったのかもしれないですね、キリチョさん。で、そうするとこれ、シングルインフェルノのところにロイヤルチャンピオンが短期でいきますね。もう完全にクランチョンが壊れてるんで、ここで援軍をする心配がありません。なので、フリーズでシングルインフェルノを固めてからのホーミングシールド。で、さらにロイヤルチャンピオンガ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 ンね、短期で突入していって、だいぶね、この3次側の区画が削れてるのがわかると思います。ここですね。この削りですね、この削り。こんな感じ。この削りがでかいんですよね。後ほど9が、ここが効いてくるかっていうのを見ていきたいんですけども、で次ヒーローパートがね、9時側から始まってます。こちらですね、ヒーロー始まっていて、これがどこまでいくかっていうと、まず相手のアーチャークイーンとイーグル砲を処理していきます。まあ、そうすることによって、まあ、ラバルに対してちょっと怖めのね、範囲攻撃だったり、まあ、バルーンが処理しきれない相手のヒーローアーチャークイーン、これを処理するという格好ですね。で、ここまでこうアーチャークイーンがこう処理していってくれてますね。こんな感じ。そうするとどうなるかっていうと、バルーンがこの面から覆うようにこう出てきてですね、最終的にここに合流するんですね。わかりますかね、着地点がここっていうのが。ドバドバってもう出してますよね。多分これ、多少順番つけてますけども、割と、ドバ出しに近いような格好だと思います。で、完全にこれ、中央のタウンホールのところにまとまってるのわかりますかね。こっちとこっちを、カットしたバルーンたちが、もカットしたバルーンたちが、みんなこう集まってきて、で、こっちに来た、こっちがメインって書いちゃっていいのかな。まあ、一応メインって書いちゃいましょうか。わかりやすく。集まってきて、こんな感じ。で、ここに集合するんですね。ここに密集するという形になります。こんな感じですね。はい。で、あとはもう、完全にバルーンたちの数で、残った施設を押し壊していくっていう感じですね。特にもうばらけさせるとかいうことはもう当然意識する必要がないので、こんな感じでゴリ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 と押していけるという形になります。まあ、なので、ライトニング7にクエイク1っていうのが相手のアーチャークイーンも落とせるし、一番そのまあ基本の編成として、汎用性は高いと思うんですけども、今回の、このカズシックスの村さんの村みたいに、クラン城の周りに投石機が2個あったりして、どっちも壊したいっていう場合なんかは、ライトニングが、8のクエイク2とかですね、こういう持っていき方をして、ライトニングを4-4で落とすんですね。で、クエイクを当てていくと。まあ、クエイクっていうかですね、基本、クエイク1発のライトニング5で投石機が落ちるんですね。ちょっとややこしい話ですけども。なので、そのね、クエイクの部分っていうのを、あと、ライトニングのね、5発必要なライトニングを4発にする代わりにクエイク2個持っていくと。で、そうすることによって、なるべく、両方の、ね、投石機にダメージが入るように、ここですね。一番最初のここ。最初にこれ、クエイク打ってるのは、両方の投石機にダメージが入るからですね、これ。
それを最初にやっておいて、でライトニングを4発ずつ当てるという形をとってますね。そうすることによって、それぞれ短期で、クエイク1発のライトニング5っていう風にやるよりも呪文の枠が節約できるというところですね。まあ単純にあのコス機器2個壊したかったらクエイク2のライトニング、走って覚えておいてもいいかもしれないですね。はい、でですね、ここまでで、ライトニングバルーン見てきました。で、もう一個ね、覚えておきたいのが、ライトニングホグなんですね。あの、このライトニングホグって、結構、使ってる方は使ってんじゃないかなと思うんですけども、ね。多分バルーンをすごい練習している方多いと思うんですが、こんな形で陸でもいけるっていうことをね、ミネガオグさんが見せてくれてます。これちなみに初見のアタックなんですけども、ですね、イーグル4、投石機2個、めちゃくちゃこれ密集しているので、そこに対してクエイクとライトニングを当てていきます。で、まあ、今回のイーグル4とね、この、投石2個の区画、まあ、ここに関しては、クエイク2発のライトニング6でも多分良かったですね。そうすることによって少し、ライトニングの呪文が無駄にならずに使えたかもしれないんですが、まあ、そこは、まあ、細かいところですね。別に、マストでやんなきゃいけないっていうほどでもないです。ちょっとだけアドバンチが増えたかなって個人的には思うかなぐらいのところですね。で、これ、何がしたいかっていうとですね、完全にここをくり抜いちゃいたいんですね、ここ。ガツッとこういう風に、ここをくり抜きたいんですよ。もうすでに、中央のですね、この部分っていうのは、もうくり抜きが終わってるので、残った、ここですね、ここ。この部分。ここをヒーローでやっていくという形になりますね。でそうすると何が起こるかっていうと、こんな風な形にこの村がなります。そこに対して、オグを当てていって、ガンとこう流していくっていう格好になっていくんですね。で、なんでこれホグなのってことなんですけども、このね、ホグライダーを使う理由っていうのは、ここに対空砲がこう2個あるんですね。そうすると、当然ラバーハンドを使った場合って、この対空砲の範囲外、つまりこういうところの施設からのターゲットって全然取れない。まあ、これは陸だから関係ないか。取れないわけなんですね、こういうところのターゲットが全然。で、おまけに取れないばかりか、で、こっちの、対空砲に、ターゲットを取ったラバーハウンドっていうのが延々と対空砲に撃たれ続けて、後ろからバルーンが、サポートに来てくんないと。で、ロイヤルチャンピオンもそこに加わってガンガン、ラバーハウンドを殴っちゃうので、まあ、迫るところラバーハウンドの仕事っていうのが、対空爆弾のその回収だけになっちゃうんですね。でそういう場合には、いつのことを、陸編成で行くっていうのも手かなっていうのを、まあ、今回、ミダコグさんが見せてくれています。こうすることによって、ラバハウンドで回しきれなそうだったこの、3次側の区画、ここですね。ここに関しては、もう投下兵舎を当てていって、でこう壊していってますよね。まあ、こうすることにより、ホグライターたちがですね、ちゃんと、中に、ここから出てきたホグたちが、おっと、すいません、ホグ、汚いじゃな。こう中にこういってますよね。外側に流れないんですね。こういう風なルートを作る。で、まあ、今回ディガーを入れなかったのは、もうヒーローたちをほぼ完全に処理しちゃっているし、相手のロイヤルチャンピオンも、投下兵舎の撤下で処理ができるというところがあったので、多分、全部ホグにしたんだろうなと思います。タウンホールに関してもこれ 51% で起動しますけど、この起動するぐらいの破壊率っていうのは、もうホグがこのタウンホールのところですね、ここに入ってくる頃には、もう破壊ができているので、改めて、あえてここに、ディガーとかでこう、なんていうのかな、タウンホール殴って起動させてそこにホグを集めるみたいな、面倒なことをしなくても全部ホグでいいというふうに踏んだんじゃないかなというふうに思います。もう一本行ってみましょうか。次もライトニングの今度はディガホグですね。この編成も見てほしいなというふうに思うんですけども、一方で、これもそうなんですね。対空砲がこういうところにあって、ちょっとですね、これ、中央の投石機なんかのターゲットっていうのも、まあ、取れるっちゃ取れるんですけど、おそらくやりにくいんでしょうね。まずこの援軍を壊したいっていうのはある、クランジョを壊したいっていうのはあると思うんですけども、この近くにこうあんまり美味しいのがないんですよね。グランドオーデンの像とエアスイーパーと、まあ、アーチャークイーンからおいちゃん一体どっちか巻き込めるかなぐらい、そんなに美味しくないので、今回は代わりにクロスボウをがっつり壊してますね。でこのクロスボウをがっつり壊すことによって何ができるかっていうと、このタウンホール周りの火力が、まあ、当然がっつり下がります。タウンホールに関してはこんな形でイエティに多分これスニーゴブリンがちょっと入ってるのかな、これを当てていくことによって、壊していき、で、あと周りのですね、外周の火力が低くなったところに対して、ババリアンキングとアジャークイーンを当てていくという形ですね。でギガホグを使います。ギガホグがどっから来るかっていうと、こっちから来るんですね。ガーンと
こんな感じで入ってくるんですけども、その時にこれロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、バーバリアンキング、まあ、それぞれと当たるので、結構ここで、ホグだけにしちゃうと全然このヒーローたちの処理が追っつかなくなっちゃいますね。でアーチャークイーンとババキンがいるんですが、これ全部処理できるかって言ったら結構多分きついと思うので、まあ、それを踏まえてディガホグっていう、詰め方をしたんじゃないかなというふうに思います。でロイヤルチャンピオンに関しては、ディガホグがこっちのね、シングルインフェルノとか裁縫の方に向かわないようにカットを入れていくっていう感じですね。まあ、こういうのも本当にうまいんですね。このおかげでしっかりと、後ろから来たディガホグたちが、ストライカーもヒーロー処理を手伝ってこうね、止まることなく最後まで走り抜けるという形になってます。アーチャークイーンも結果的にはフル体力で生き残ってますね。バーベルキングが倒れた瞬間に後ろから来たディガーたちがこう追い抜いていって、アーチャークイーンの盾になってくれましたね。これ美味しかったんですけども、まあ、これを狙ってやれっていうと結構きついと思うので、まあ、さっきみたいに、ヒーロー処理っていうのはもうディガホグパートでやる前提でストライカーを投げていくだとか、あとは、ロイヤルチャンピオンでヒーローたちから離れていかないようにカットを入れるだとか、まあ、そういうね、技術を使ってったんじゃないかなというふうに思います。まあ、この大きく言ってですね、2つのライトニングの使い方っていうのをまずは覚えておいてもらうのが、まあ、個人的にはいいのかなというふうに思います。ライトニング7のクエイク1がまあ一番オーソドックスですね。相手のアーチャークイーンもライトニング7で折れますと。で、あとは、ライトニングが8のクエイクが2ですね。まあ、こうすることによって投石機を、2本、折っていきたいっていう場合にはライトニングを4-4でこう使い分けるとかね、いうような形を、取ることができます。で、もう一個で今回、このビンディさんが、ビンディさんですね、ビンディさんと読むんでいいのかな、ビンディさんなんですけども、が使ったこのライトニング6のクエイク2っていうのも、そのライトニング7発の編成の、まあ、派生形として覚えておくといいかもしれませんね。これがライト、こんな風な感じ、ライトニングと、クエイク、これが7と1と8の、2っていうのを紹介しましたけども、6の2っていうのもありますね。で、まあ、呪文の枠数的には、まあ、そんなに上のやつと変わらないと思うんですよ。8でしょ。で10の、8なんで、まあ、上の2つと上のやつと変わらないと思うんですけども、この一番最後のこいつ、この6の2って何かっていうと、これはですね、相手のアーチャークイーンとかロイちゃん処理する必要がない場合には、クエイクを積んだ方がなる、なんていうかな、広くダメージが入るじゃないですか。なので、相手の防衛施設を、そのクランジョならクランジョを中心として幅広く壊すことができるんですね。なので、今回で言えばここ、クランジョの周りにあったクロスボウ3本、クエイクで折ってった、クエイクとライトニングで折ってったと思うんですけど、こういう風な使い方ができるので、クエイクの呪文を2個入れる場合っていうのは、割とヒーローの処理する必要がない場合ですね。この時でおすすめかなという風に思います。で、そういったライトニングの使い方をした上で、相手の対空砲の意思ですね。これをちゃんとよく見て、あとは、その後のまあヒーローパートでどういう風な施設が残るのか、どういう形になってるのかですね。この辺を見て、あ、これラバルがいけるなと、まあ、自分の経験上思えるんであればラバルでいくし、対空砲がすごい、まあ、離れ小島にあっちゃったりとか、ヒーローががっつり残っちゃうとか、これはラバルきついなと思った場合には、ギガホグみたいなね。戦術だったり、まあ、ヒーローもいないんだったらもうディガー、あとホグライダーか、っていうようなね、戦術を使って、やっていく、まあ、今回の、ビンディさんやこの1個前の、ね、3本目見てもらったミタコグさんのアタックのような形 にするのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、この辺を使っていけば、おそらく今の環境で必要な、ライトニングの呪文を使った編成っていうのは、あらかた、網羅できるじゃないかなというふうに思いますので、まあ、これから使う方もですね、今使っている方も、まあ、ぜひ、まあ、こんな風な形があるんだという参考にしてもらえたらということと、あと、まあ、細かいところは、ちょっと今、解説省いちゃいましたけども、まあ、よろしければまたね、このリプレイ見直してもらって、どんな風に運用してるのかなというところも、ご自身で見てもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日、感謝さん対、TH コンプリタさんの、対戦の中からですね、動画、取り上げさせてもらいました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。また、ぜひですね、TH コンプリタさんにも皆さん遊びに行ってもらえたら、私も大変嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。